川崎市立西野川小学校は神奈川県川崎市宮前区野川台にある公立小学校。1980年に創立された野川小学校の人数が増えたことから作られた自然の坂道、せせらぎ池が特徴。昭和30年代頃から野川一帯が東急グループによって開発されたことで人口が急増し野川小学校は 校舎の増築に追われた。それでも増え続ける児童に対処すべく、西野川小学校と南野川小学校を開校させることとなった。野川中学校との同時工事を宿で行ったため、2年間の大工事となった。特に記述がない限りは、学校のウェブサイト、または創立30周年記念地域学習し、西野川による。明治6年、森田科学者創設。 以後、森高学校、宮前村立神城森高小学校と名を変え、大正3年、宮前村立高等宮前小学校の川分、教場ができる。昭和13年に、宮崎神城高等小学校の川分教場。昭和16年に、宮崎国民学校の川分教場となり、昭和20年、野川小学校となる。そこから、久末小学校、梶ヶ谷小学校、 南野川小学校が分離し、昭和55年、西野川小学校ができる。以下の教育目標が掲げられている。教育方針。川崎市立西野川小学校。2017年9月29日閲覧。本節では、2017年に予定されている学校行事を示した。交渉は、西野川の文字、養護字や、 学校の校庭に植えられた胃腸をイメージした胃腸の葉、川崎市の川崎市長に由来する三重丸、子供、親、教員、地域住民の協力をイメージした大園から成り立っている。特に胃腸の木は1981年2月に制定された校歌でも歌われている。川崎市ウェブサイトによれば、学区は以下の通りである。西野川小学校に通学する児童は、 野川中学校に進学する。西野川小学校付近の鉄道駅は、最寄りの東急田園都市線カジガヤ駅からでも 2.6km 離れており、路線バスによるアクセスが有効である。学校のウェブサイトでは、東急バスの山下停留所で下車する経路が案内されている。山下停留所からは、徒歩5分である。ありがとうございます。